おはようございます。ちょっと仕事熱中しすぎて興奮してしまいましたね。さあ、ジャパニーズウェイ始まりました。今ですね、隣では教室になってるんですけど、英会話やってます。神村学園、今日はダリサというネイティブの外国人が来てですね、アメリカから大学ではなんか犯罪心理学、将来は FBI になりたいという先生が来て勉強しています。みんな盛り上がってるんですよね。さあ今日はですね、ちょっと、いつもどういう風にして練習メニューを組み立てていってるか、これについてちょっとお話ししたいと思います。ここにですね、たくさんの情報が、詰まってるんですが、ジャパニーズウェイはですね、ちょっとこうあんまりこう抽象的に指導したくないので、より具体的に指導するためにこういうプレーシートというものをつけてもらっています。これはですね、保護者がつけているんですが、このようにゲームのポイントの流れ、それからミスがどれくらいあるか、リターンのミス、ストローク、パッシング、アプローチ、ボレーですね。で、いくつぐらい、数、ちゃんとみっちり書いてあります。こういうのですね、データをしっかり取って、これについて普段指導していくわけですね。それから普段やっている練習が生かされているか、試合の結果、1回戦で負けました、もしくは優勝しました、という情報をですね、元に今の練習を続けていくのか、それとも、一気に変えていかないといけないのかを慎重に確認しています。ちょっとこの内容についてもう少しお話ししていきましょう。さあ、もう少しね、プレーシートについてお話ししていきましょう。ちょっと簡単ですけどもね、どういうふうに見るか、ちょっと確認してみます。ここにですね、プレーシートが貼ってあります。感じですね。私がですね、まず見たいところはこのサーブの部分ですね。サーブのダブルホルトが 1,2,3,4 つありますね。これ1セットで4つというのは、やっぱりこう1ゲームに1回か、もしくは2回ぐらい、ひょっとしたらどっかでやってるんじゃないかなと思いますね。その割にはですね、相手の、リターンミスが多い、これでポイントだいぶ助かってますよね。逆にリターンの練習をですね、今ずっとやってますんで、リターンのミスは少ないということ、これは今の練習が生かされてるなという見方です。ただこのダブルホールドがこんなに多いにもかかわらず、というよりはファーストサーブが結構入っててリターンミスが多かったかもしれませんね。ダブルホルトが多い割にはファーストサーブの入っている確率は高く、相手のリターンミスが増えていると。サーブの練習が今効いているのかもしれません。あとはもうお互いフォアで攻めまくってましたね。攻めまくって、当然ミスが多くなると。で、ネットのミスというのはもう本当に力んだとか手打ちとか、なんか雑なミスがやっぱ重なってる。特に、この選手はネットが多いので、ちょっと力んだ感じ、打ち合いですよね。で、ミスの数なんかもこれ数えます。だからもう大体フォアでお互い回り込んでなんかプレーしてるのがよくわかりますよね。で、あと気になるのはこういうラブゲームがあるということと、それからですね、その辺をですね、こういうプレーシートを見て実際の本人に試合の感想を聞いたりしています。あくまでもこの条件はですね、毎日選手と一緒になって練習やってるかとか、毎日練習見てるかというところ、そして課題に対してしっかり改善できているかという点はこれに表れてきますので、試合を見てなくても普段見ていれば
なんとなくこんな試合したんじゃないかというところが見えてきます。でやっぱ普段ね、いろんな業務があってなかなか全部の試合見に行けないというのが今の私の課題なんですけども、これがあればですね、どんな試合をしたか、もしくは今課題について取り組んでいる結果、どのミスがあってどのミスが少なくなっているのかというのがよく見えますので、こういうちょっとこうプレーシートなんかを使うと、育成強化しやすくなってくると思います。皆さんもぜひ一回ね見せてください、プレーシートね、参考にしたいと思います。さあ次はね、練習環境の方をお伝えしたいと思います。早く拾うんだ、それもトレーニング、走れ。ジャパニーズウェイの練習環境をちょっと見ていただきましたね。ジャパニーズウェイではオンコート、いやもっと言ってみたら普段からですね、全てが練習の一環として考えられています。例えば、ジュニアは挨拶をすること、礼儀を守ること、はいオアシス、ほうれん草、 PDCA みたいなことをですねしっかり守ることも、これは練習の一環なんですね。でボール拾いもですね、だらだらおしゃべりしながら集めるのではなくて、時間は限られてますので、できるだけ早くボールを集めて、そして次の練習に入っていく。そしてボールを集めるときはできたら、片手でですね、こうラケットをボール乗せながら一個ずつ拾って、中腰でやることでなんか下半身のトレーニングもなったりするんじゃないでしょうか。それをですね、練習じゃないと思うか、練習だと思ってやる気持ちを持ってやるか、これ全然変わってくると思います。だからですね、オンコート入った時はとにかく全てが練習やと思ってやる、これがジャパニーズウェイの考え方なんですね。さあ、いろいろですね、これからもどんどんジュニアの育成強化についてジャパニーズウェイのやり方、そして皆さんからのご意見をいただきながら、いろんなことを参考にして我々も取り組んでいきたいと思います。最近ですね、大阪の小さい大会なんですが、12歳の女の子が優勝するとかですね、少しずつ成果が出ています。だから次は全国に出たら必ず優勝を目指して一緒に頑張りたいと思います。皆さんも頑張りましょう。それではまた。